私は作戦が。あれじゃ体がいくつあっても足りねえぞ。けれどもそれはオズマにも言えることだぜ。根性任せの原始的な戦法かもしれねえ。だがスピードとテクニックで勝るオズマにパワーの一歩が対抗するには、こいつは一番の作戦かもしれねえぞ。なんでバッチだ。この試合どう転んでも判定はねえ。どっちが生き残るか、こいつは見ものだぜ。よっしゃ、そのまま試合連打さえ取れれば互角の勝利だ。行け小僧。よし、やれるぞ。とことんやってやる。おお、また相打ちだ。誓ってんのか負けてんのかどっちなんだよ。わかりませんよ。オズマ頑張れ。俺たちが応援バスてるぞ。あ、またモロにもらいやがった。どっちが勝ってると思う。わからねえ。この互角か。だとしたら1ラウンド目からダメージを持ち越している一歩の方が分が悪いぜ。でしょうね。一歩根性見せろ。ぶっ倒せ。どんなに痛くそう、痛くないと自分に言い聞かせるんじゃ。大丈夫、まだ大丈夫。聞いてない、聞いてない。足に来始めた。こんな相打ち続けていたら僕の方が先に。いや、ダメージは幕の内の方が上のはず。先に倒れるのは幕の内だ。入った。今のはどうだ。バカな。そんなバカな。顔色も変えずに打ち返してくるなんて。聞いてない、聞いてない。まだまだ。聞いてないのか。そんなはずはない、そんなはずは。聞いてないぞ、聞いてないぞ。聞いてるはずだ、聞いてるはずなんだ。どうだ。まだまだ。まだ打ち返してくるのか。パンチがまるで死んでない。不死身か、幕の内。死ぬな、オズマ。幕の内は虫の息だ。苦し紛れの玉砕作戦なんだ。あと一息で松田沈む。弱気さんならな、ありったけをぶち込むんだ。そうだ、幕の内は僕以上に苦しいはずだ。強がっているだけだ。もう一息で倒せる。小僧、オズマは嫌がってるぞ。もっとプレッシャーかけろ。うしゃい、うしゃい。足止めて KO パンチぶつけ合ってるぜ。ああ、すげえ。どっちも引かねえもんだ。勇気あるぜ。いい根性してるじゃねえか。いけいけ幕の内。ぶっ倒せ。オズマ負けんじゃねえぞ。さしまえ。うわよっしゃ、聞いたべ。オズマこのまま倒しきれ。フィニッシュだ、オズマ。おお、やり返した。まだまだやれるぞ。頑張れ、ガガラス。なんてやつだべ。あいつつい。まだだ、まだ大丈夫。聞いてない、聞いてた。ここだ、ここで決めないともうこっちが。小僧。
つなら聞いてろ、まだ聞いて、今のは決定的だ。いくらなんでも建前。目の前がぐにゃぐにゃしてる。なんだか気持ちよくなってきちゃった。あれ、なんだあれは。あんなところに変なのがいる。なんか叫んでる。まあ。いや、立て！立たんか子供、立て！会長、そうか、ダウンしちゃったのか。立て！どうした？貴様の子供はそれっぽっちか。立て！くそ、手足に力が入らない。これじゃもし立ててもすぐに倒されちゃう。なんだ、なんであんな不安そうな顔してるんだ。倒れたのは僕なのに、もう勝ちは目の前なのに。そうか、オズマさんも、オズマさんも聞いてるんだ。立てれば、立てさえすればチャンスはあるかもしれない。立つつもりかよ。無茶だよ、立てっこねえよ。一方、立て！おい、立とうとしてっぞ。立つな。立てるわけがない。立ったから一方。立て！小僧。バカな。なぜ立てこれぬ。どうだ、やれるか。やります、やれます。僕の番長は聞いていないというのか。立ちさえすればチャンスはある、チャンスはあるんだ。オズマチャンスだ。気遅れすんな。もう一回倒せば勝ちだ。頑張れよ。よく立ったけど、残り1分近くあるぜ。あんなヘロヘロじゃ持たねえよ。おう、ボックス行けよ。バッチ、オズマ倒せ。くそ、しっかりしろ、しっかり相手を見るんだ。オズマ、相手はヘロヘロだぞ。勝てるぞ。何を恐れてるんだ。弱気になるな。もう一度倒せば僕の勝ちじゃないか。これでどうだ。しまった、生きて体が流れた。ダウン！おい、やった！大の出来足だ！すげえボディが入ったぞ！会長、ダウンを奪いましたよ！おお、でかしたわ。倒すのを意識しすぎて大振りになった隙を突きおった。やった！スリー！フォー！ダメだ、相当効いてるぜ。オズマ、なんていう破壊力だ。たった一発で試合はひっくり返してまった。立たないで。ファイブ、シックス、頑張れオズマ。もう一息のところまで追い詰めなんてねえか。このまま負けしまっていいのか。立つんだオズマ。セブン、ママさん、オラたちが追い詰めてどうする。オズマ立て。頑張れオズマ。おめえたばやれる。オズマ、オズマ、みんな、えい、
ごいって答えだったのに。負けたくない。ボックス両方フラフラだ。もうどうなるか分かんねえ。2人とも頑張れ。最後まで見届けてやる。4回戦は2ノック男性だ。あと1回ぶっ倒せば一歩の勝ちだぜ。バカ、一度ダウンしてるのは一歩も同じだ。とにかく先に倒した方が勝ちだぜ。一歩もう一押しだ。叩き止め。そこだ、前での打ち合い。やめろ、そこだ。アクロシー、また一発ぶちかませ。オズマ、ボディが効いてるぞ。離せない、離。くそ、かすっただけでも身の毛がゆだっちまう。あったらパンチもらったらもう耐えられねえ。ボディのダメージがあるのにフックの切れは冴えてる。オズマの神殿も凄まじいわい。うひゃー、寿命が縮むぜ。全然パンチを捉えてねえよ。俺は先に当てた方が勝ちだぞ。行け一歩。負けるな。オズマ、オズマ、興奮させるべ。倒せ一歩。ほら、そこだ。もう少し上がれ。試合がしてえぞ。俺様の試合はいつになったら決まるんだ。高村さん、それ今関係ないっすよ。今一歩の試合で。うるせえこら。おりゃ。来たね。肩でロープに押し付けやった。いや、あれもテクニックだぜ。一歩反撃しろ。オズマも苦しいんだ、攻めろ。あなた折れないのか。まずい、もうこれ以上はここで決めなければ。もう一息なんだ。バカ野郎、何やってんだ。この小物が、せっかく俺様がコーチしてったのに。その様はなんだ。逃がすんでね、そのまま倒しちまえ。一歩くんが打ち負けた。さすがに限界が来たか。小僧、ここが正念場じゃ。気力で打ち返せ。手を止めるな。一歩勝つんだ。ママさんとみんなと約束してた。絶対勝つんだ。手だぜ一歩。ダメだ、完全に捕まった。やばい。行け、オズマ。決めろ。終わりだ。これで終わりだ、マクノウチ。直撃だ。僕の勝ちだ。
勝者幕の内。攻略したか。全ては俺様のコーチのおかげだな。一歩くん。会長。僕の。そうじゃ。小僧の勝ちじゃ。フックをかいくぐってボディへアッパー、そして財布の連打。練習通りじゃ。よく覚えてないけど。信じられない。何度も。もう終わりだと思ったのに。あれ、向こうのコーナーに挨拶に行ってこうか。はい。覚えてないか。土壇場に追い詰められた時は頭じゃなく体が覚えているものしか役に立たんというからな。特訓の成果が出ましたね。オズマ、大丈夫か。おめえ、肋骨ば。そうか、一度目のダウンのボディブローで痛めてたんだな。フィニッシュのミニフックのスピードがわずかに落ちたのはそのためか。あの。ありがとうございました。幕の内のパンチ、ベリーストロング、必ず新人王になってください。大妻さん。くそ、大妻が負けるなんて信じられなかった。相手がすごすぎたんだ。幕の内一歩か。オズマさんへの拍手。客も分かってるわい。オズマも一歩ほどの強打者と対戦するのは初めてだったんだろうな。いい経験させちまったぜ。強くなりますね、あいつ。リターンマッチやったらどうなるか分かんねえな。俺行くぞ。はい。何したんじゃ。みんな応援してくれていたんだぞ。手ぐらい上げて答えんか。こうですか。やるけどな、マクロジ。燃えたぞ、マクロジ。信じを取れよ。勝った、僕が勝ったんだ。一回戦突破だ。やったー。どうもありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫か。ノープログラム、明日病院に行く。大丈夫。残念だったな。試合に負けたのは残念だけど、とても素敵な試合だった。僕は胸を張ってママさんに報告できるよ。いいもん見ましたね。すげえ試合だったな、幕の内の。ああ、4回戦のレベルじゃないぜ。あれ、皆さん待っていてくれてたんですか。ひでえ面だな。お前でも
かったな一歩。自分の特性に合わせた戦いの方法、体型、パワー、スピード、長所を生かし短所を抑え、それはより勝利に近づくための努力。誰だって負けたくない。たどり着いた結論は違っていても、全ての努力は勝つという一点に向かっているんだ。次回、激戦の予感。